ゲームチャンネル。みなさんこんにちは、こんばんは、ももがです。さあ今日もラストオブアス2続きやってまいりたいと思います。さあ今日はですね、2年前エリーが一人で病院に来たところから始まりですね。なんか残ってるはずでしょ。記憶を思い出しに来たのかな。何があったかを調べに来たのかな。なんでいなくなったの。何がいなくなったんだ。何これ。何かの診断書の結果っぽかったですけどね。これは？二つとも脳に関してのなんか資料っぽいですね。なんかあった。奇跡っていうのはエリを使ってワクチンを作ることかな。ここは開かなそうですね。この奥か。わ、なんか今下走りましたね、ネズミ。そういうちっちゃいことにもびっくりしてしまう。まさか何も出てこないよね。こっちは何にもないかな。お、なんかある。テープレコーダー。みんなもういなくなった。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。これから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを。ん？誰だ？あ、ジュエルか。よかった。何考えてるんだ。真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった。書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか知りたいよね。
てくれんのかな。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも弱村に帰る。ねえ、言ってよ。どうするの、ジョエル。ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。ジョエルはね、エリーのことを思っての行動だったんだけどね。伝わらない。さあ、現在に戻ってきました。さあ、あの二人がどこにいるのかな。ディーナ、ジェシー。大胆無敵。ほら、ジョエル、お気に入りでしょ。どこに行ったんだ。ディーナ、ジェシー。さあ、ここを開けて、見慣れた。どこだろう。光景ですね。どこ行ったんだ、二人とも。あ、いた。あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら起こしてよ。
妊娠してる。そう。お前の気持ちはわかる。けど連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらい分かってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰って。お前抜きじゃ帰らないよ。トミー探すぞ。例の水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか。じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。分かった。もう別れはしたってこと？別れというか挨拶。なあ、辛そうだ。ウリ、おはよう。鍵かけに来てくれる？出発だ。水族館は海岸沿いだろ。ならこっちだな。うん。この町にいると濡れてばっか。うん。今の時期みたいな感じ。ずっと雨。手伝え。ほら、いいよ。なるほど、逆じゃないんだ。まあ確かに。上に上がって持ち上げるの大変だもんな。OK。ジェシーがいたらちょっと安心ですね。ありがとう。心強い味方。さあ、水族館を目指して行きましょう。水族館にトミー探しに行くこと？それともあんたがその気づいてるって？違う。さあ、この先ですかね。多分違うと思う。アビーの隠れ家だってノラが言ってた。動機は聞き出せた。うん。隠れ家。ジョエルは、ファイアフライと対立してたの。元ファイアフライとね。対立ってどういうの？ジョエルは元密輸業者でさ、密輸品の扱いで奴らと揉めて争いになって死人が出た。うん、持てない。この上か。それともここを割って中入ってみましょうか。開かない。こっちは開きますね。あいつらまたジャクソンに戻ってくるかもな。どうして？俺たち大勢殺してきただろ、奴らの町で。こっちだって殺された。あんたたちもジョエルに復讐しに来たんじゃなかったか？
ここはジャクソンとは違う。ジョエルとトミーはアビーを助けたけど、奴らは手当たり次第殺してる。出会い頭に撃たれたでしょ。ああ、だな。なるほど、確かに。ほい。リーナはいつ倒れたんだ。2、3日前かな。ここに着いた時、ウルフをぶっ殺したんだけど、しかも大勢。だろうな、あいつ大勢だし。はいはい。さあ、ここを押して、手伝ってくれ。よいしょ。こっち。そこを見つけたのは私だ。リーナのやつ。なんで黙ってたんだ、妊娠のこと。ほら、きっとリーナは落ち着いてから。誰かが聞いた。他の部隊との交流が進んだら、いかに戦いを仕掛ける。さあ、草むらに隠れつつ、ちょっとずつ近づきましょう。俺だって。奴の海岸を固めてね。水辺で狙うつもりなんだよ。どこにいる？あ、その先か。まるで人ごと。二人だけかな。話し声的には二人だけっぽいですけど。バレる？めっちゃずっとこっち見てる。反対側見てくれればな。近づけるんだけどな。お、歩いてくれた。右だ、慎重に。あ、おい、こっちにもいるんかい。やばい、バレた、バレた。よし、もう一人。オッケー、奴らを止めろ。よし、オッケー、よし、オッケー。倒した。ふう。なんとか全員殺せたかな。カルト集団と争ってるらしいよ。俺も聞いた。セラファインだか、セラファイトってやつらだ。スカーって呼ばれてたけどね。出くわしたの？いや、ラッキーだね。そうだよ、すごい残虐なんだから。漫画だらけだね。待った、ここ何なんだろう。余ってるオタクたちの集会所ってとこか。ほら、お前みたいな。コミッケ的な感じ？ああ、生まれる時代間違えた。さっきの話、続きは？ディーナのこと。ほら、あいつの秘密。一段落ついたら話すんじゃない？隠してもいつかはバレんだし。話してくれんかな。さあね。さあ、この上を登って、行ってな。水族館だ。あの観覧車の真横。よし、トミーもそこにいるといいか。さあ、近くなってきましたね。この先は泳いで行けってか。どうやって行けばいいんだ。ちょっと待って、感染者。さあ、ちょっと寄り道をして、取れるものは取りましょうかね。そうか。うん、そこにいますね。
ナイス。一匹だけ？いや、音聞こえるな。あそこにいるのか。お、ナイス。切る。まだ来るぞ。ストーカーだ。よし、ナイス。さあ、もう一匹。ちゃんととどめを刺して。よし、オッケー。よし、片付いた。ここは行き止まりっぽいな。うん、そうみたいだね。なんかメモがあるすごい体当たりされた今さあ、登って。おととい来やがれって。手でもないな。あそこ通れるか。どれどれ。ここを上がって、うん、よし、言ってくれれば一緒に出たの。ごめん、反対するって思ったから。ジョエルのためだ。あんな仕打ち許されない。反対するかよ。ジョエルもあんた気に入ってたよ。私の好きな相手だと思っててさマジで。確かに、まあ顔はイケてるけど、でもタイプじゃないし。アジア人が？そう、ってあのね、そういう意味じゃない。いや、ジェシーにとってもジェイルは大事な人だったもんね。悔しいよね。このなんだろう、男女の友情っていうんですかね。まあちょっとエリーは男の人じゃなくて女の人が好きだから余計なのかもしれないけど、いいですよね、この男女の友情。最悪だな。子供のエリアにキノコ描くか。昔はキノコにヤバいイメージなんてなかったんでしょ。ああ、まあそうかもな。え、そんなヤバいイメージ。好きだった本あるか。ある。バトルゴースト。宇宙戦隊が戦う話なんだけど。ゴースト？エイリアンなのそういうのいかにも好きそうだな。そうだよ、宇宙ものだしねそういう自分は。ああ、子供向けのは一冊しかなくてさ。根っこの子って本、男の子が村を守るため森になるって話。へえ。飽きないようにおふくろがいつも結末を変えてさある時は男の子が村を見捨てちゃってさ、後味悪かったぜうわ、でもいいお母さんだね。だろ、最高だよ。赤ん坊のこと聞いたら飛び上がって喜ぶな。だね、間違いない。うん、なんかあるな。うわ、ここやばすぎ。血が乾いてない。通りに戻ろう。だね。直近でやられたってことですかね。今のはスカーなのかな。
ってことは近くに敵がいるんだな。やば。さあ水族館にはいつたどり着けるのか。次回に続く。ポチッと押すだけでいいんです。登録者数が増えると私のモチベーションも上がるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。